皆さん、こんにちは。私は、頑丈フォーサイトオンコロのコンテンツマネージャーの柳沢と申します。本日は、オンコロ meets キャンサーエキスパーツ、OMC と言いますが、通常、日本橋の会場で、皆さん集まっていただくセミナーなんですが、今年初めからのですね、新型コロナウイルスの感染拡大によりまして、それ以降はですね、すべて収録をし、配信すると。いう形式をとっております。今回は第59回目であります。2019年の開催コンセプトはがんと〇〇という形でお届けしていますが、今回はがんと患者会ということで3名の患者会のリーダーをお招きし進めたいというふうに思っております。で、特に今回はがんと患者会ということですが、テーマは新薬開発と臨床試験というテーマを持ってお届けしたいというふうに思います。前置きが長すぎないようにですね、これから自己紹介と患者会の紹介をお願いしたいというふうに思います。順番はですね、患者会の設立が新しい順にお話をいただきたいというふうに思います。それでは、一番初めがですね、2017年設立の中皮腫サポートキャラバン隊の右田さんにお願いしたいと思います。右田さん、お願いします。皆様、こんにちは。初めましての方の方が多いと思いますけども、私、こう見えても、中皮腫という難治性希少がんの患者の、右田と申します。よろしくお願いします。2016年の7月に確定診断を受けまして、当時は余命2年と言われまして、中皮腫の病気自体がいろいろ見るとですね、5年生存率が 7% とか 12% と言われる中で、ようやく私もですね、4年を超えて今5年目に入ったところでございます。2017年の6月に、当時ですね、腹膜中皮腫の、栗田英二さんというですね、闘病17年を迎えた患者さんとですね、出会いまして、2017年の9月にですね、中皮腫サポートキャラバン隊というのを作りました。中サポートキャラバン隊というのはですね、どういうものかと言いますと、サポートということで全国に点在している中皮腫患者さんを元気づけていこうやないかということで、最初のコンセプトはですね、全国の中皮腫の患者さんを励ましに行って、直接ですね、全国あちこち行って励ましていこうというふうなことで始まったんですけども、正直言いまして、去年の6月に栗田さんが亡くなってですね、私自身一人となって、代表が一人となってしまいました。で、会員数と言いますと、基本的には会員数何人というふうなこと言えないんですけども、会費を積んでるわけでもなくて、いわゆる寄付、皆さんからの寄付でですね、善意の寄付で賄ってますので、来ていただいた方は、ぜひとも歓迎させていただいて、もし、出ている方がおれば、もうそのものを終わるということでですね、そういった感じでですね、いわゆるいろんな情報を私たちは、得てですね、で、いうような情報をですね、来た患者さんにお渡しするという、いわゆるですね、キーワードがつなぐということをキーワードですね、いわゆる人と人をつなぐ、人と、新たな治療法をつなぐ、安心な保障とつなぐとかですね、情報とつなぐ、病院とつなぐ、お医者さんとつなぐというふうな、いろんなつなぐということをですね、今キーワードにですね、頑張っているところです。まあ残念ながらですね、去年の、6月に栗田さん亡くなって、その後ですね、コロナが蔓延しましてですね、私たち、全国あちこち行けなかったんですけども、今年のついこの間ですね、10月27日、栗田さんのね、誕生日に墓参り、静岡の方へ墓参り行って、これを機にですね、また全国行脚を再開しようかと思っておりますところでございます。簡単ではございますが、紹介させていただきます。よろしくお願いします。右田さんのお話を聞いてキーワードがつなぐということをよく分かりました。まあ、印象に残ったのは清濁合わせ飲む、来るもの拒まず去るもの追わずということで、はい、あれですね、続けていくために重要なキーワード方なのかなというふうに思いました。続きまして、2016年設立発足のチーム ACC の浜田さんにお願いしたいと思います。浜田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。チーム ACC の浜田功と申します。はい、私は唾液の出る線、頭頸部がんなんですけど、唾液の分泌する線に耳下腺という線があるんですが、そこに専用の方がんというちょっと珍しい、
がんができました。希少がんですね。非常に罹患している人も少ないがんなんですが、そこに専用の方がんというがんができまして、この専用の方がんを英語ではアデノイドサイスティックカルチノーマと言いまして、頭文字を取って ACC といった名前になっています。で、僕は2013年に罹患しまして、今からもう7年前なんですけども、手術と放射線治療を受けました。その約2年後ぐらいに、肺に転移が発覚しまして、今はですね、決定的なこの治療法がないので、肺の方はずっと治療で経過観察を続けております。で、この専用の方がんというがんはですね、ちょっと一般のがんに比べると進行速度が遅いという、特徴がありまして、それでもですね、1ヶ月に約1ミリぐらいずつ僕の場合ですと大きくなっていて、もう今肺の中がたくさんの腫瘍をたくさんごった返している状態です。なんか効果のある薬が出てくるのを待ちながらですね、今ずっと、待ち続けていると言った方がいいかな、そういう形で、生活をしております。で、2016年にこのチーム ACC というものを立ち上げました。これはですね、やっぱり専用の方があって、僕が肺に転移したように転移をしてしまうと、その先どうしても行き詰まってしまうと。いい薬があれば皆さんそれを使うんでしょうが、やっぱり走行率が悪い、良くないということで、やっても効果があるかわからない、どうしようかということで、みんな壁にぶち当たるんですね。僕もその一人だったんですけども、その専用の方が罹患した皆さん、それとそのご家族の方をサポートっていうか、寄り添うチームを作ろうかなと思って、患者会という言い方をしなかったのは、スポーツのチームみたいにですね、みんながこう一丸となって前にこう進んでいこうということで、チームという名前を、取って、チーム ACC という名前を、付けております。活動内容としては、がんイベントになり出たりとか、あとは、チーム ACC カフェといいまして、年に、数度、カフェを催して、仲間同士集まって情報交換、コミュニケーションを取ると言ったことだとか、みんなで集まってディズニーランドに行ったとか、そういった活動をしておりますが、ちょっと残念ながら今年はですね、コロナの影響で、もらった活動ができていませんので、やっぱり僕のブログとホームページを中心に、情報交換、あとは個別のメールなどで、皆さんとコミュニケーションを図っております。はい、これが、大体チーム ACC の活動内容でございます。どうも今日よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。右田さんたちが、中皮腫、中皮腫もそれほど患者数が多いというわけではありませんが、 ACC に関しては、頭頸部の唾液腺の腫瘍ということで、こちらもあまり罹患者数が多くなく、患者会というものがなかったんですけど、なんか典型的な浜田さんはやっぱり最近 のネットの進歩に伴って SNS とかブログとか、そういう感じで全国に地域に関わらず広がってきたというようなイメージがありますが、そんな感じですよね。はい、そうですね、はい、はい、ありがとうございました。そして続きまして、肺がん患者の会ワンステップの長谷川さんに自己紹介と患者会の紹介をしてもらいたいと思いますが、2015年設立ということで、この中で一番古い会になりますけれども、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。長谷川と申します。肺がん患者の会ワンステップという団体、患者会を主催しています。そうですね、この3人の中で、一番古いということになってしまいました。2015年、自分ではそうですね、そんな古株とは思ってはいないんですけど、古株だっていうことなんでしょうね、そんなのを改めて思いました。で、ワンステップという団体は、肺がんの、もう文字通り、名前についている通り、肺がんの患者会です。私自身が肺がんの患者です。ステージは4ですね。10年前、私は、肺がんを患いました。で、今、患者会は、やっぱり仲間とのつながりであったり、治療の情報を共有したりですね、患者、家族の、生きる勇気につながればいいなというふうに思って活動しています。で、また、肺がんをなくす、そういったことにも貢献していきたいというふうに思って、例えば受動喫煙のことであったり、新薬のことであったり、今日のテーマである臨床試験であったり、いろんなことを発言したり、声を届けるというような活動もしています。今は
とりあえず数としては1500ですね。それなりにいるとは思います。これはやはり死亡数が日本で1位なんですよね、まあ、世界でも1位なのかな。肺がんは死亡数が1位ということは難治性がんということもありますけども、やはりかかる人も多いということでもあると思っています。そしてまたこの癌種、肺がんというところには今難治性がんって死亡数が1位、なかなか厳しい面もあるんですけども、治療という面では非常に進化している癌種だというのも思っています。ゲノム医療であったり免疫チェックポイント阻害剤ですね、この2つの大きな二大潮流がこう流れ込んでいて、もう本当に超速の進歩をこう遂げているという、そんな領域でもあると思っています。で、私たち患者家族としては臨床試験というか、そういった新薬開発というものを普通に研究と捉えてだけいると、自分の命がもうちょっと言い過ぎかもしれないですけど短くなるのではないのかなという、そのぐらいの思いを持っています。教科書的には研究と治療というのはもう全く別物だということだと思うんですけども、肺がんの世界、そういった超速の進歩を遂げている世界では治療と研究は同時に起こっている。なのでそのことを知らなければ自分たちの命の長さにも直結する、そのぐらいの勢いで思っています。なのでその本当に設立した当初から臨床試験とか新薬のことに関してはずっと発言してきましたし、患者会でもいろんな情報を共有してきたという、そういう経緯はあります。今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。2015年というと癌情報サイトオンコロも開設したのが2015年なので、その時思ったのはですね、肺がんというのはやっぱり当時5年前免疫チェックポイント阻害薬とか分子標的薬剤とかが、まあ、先駆けで出てきて、まだ結構厳しい病気という認識と現実があったと思うんですけども、肺がんという領域で患者会が出てきて、そして長谷川さんは全国に点在する、まあ、地域の患者会とかを連携して日本肺がん患者連絡会というのもまとめてこられたので、当時は結構びっくりしたという思いが正直なところです。そういう形で今は肺がんという一つの臓器の疾患だけじゃなくて、早期から長谷川さんは遺伝子変異のグループであったりとか、遺伝子変異のに基づくセミナーとか情報発信をされていて、まあ、近年の新しい形を作り上げたというような感じで認識をしておりました。はい、そういうことで今日は右田さん中皮腫、浜田さん ACC、 長谷川さん肺がんと異なる癌種ではありますけれども、自己紹介あるいは患者会紹介の中で何か共通するようなお話をいただいたように思います。はい、続きまして、それぞれの患者会あるいはプロジェクトの中で新薬開発あるいは臨床試験というものについてですね、それぞれの感じる意義とか、実際の取り組みというものがあると思うんですが、このテーマはですね、今自己紹介していただいた逆の順番から、設立順が古い順から活動されてきたと思いますので、少し事例なども紹介して、実際のところ現在どういう状況になるかっていうのをお話しいただければというふうに思います。長谷川さんは今さっき紹介をいただいたばかりですけども、肺がん患者の会ワンステップあるいは日本肺がん患者連絡会の取り組み、最近の取り組みというのを教えていただけますか。はい、わかりました。私たちの取り組みでぜひ紹介させていただきたいのはですね、奇跡トライアルという治験ですね、それを紹介したいというふうに思っています。奇跡トライアルとは何かということなんですけども、実はこれは治験なんですけども、患者が提案して患者がコンセプトを出して治験が今走っているという状況です。非常にそれは日本でも珍しいというか、多分初めてなのではないかなというふうに思っています。この始まりは2年ほど前なんですけども、タグリッソという薬、EGFR という遺伝子変異があって、それに効く薬として出てきたんですけども、それが適用拡大するっていう、一時治療になっていろんな方々がこう使えるようになるということが起こって、みんなそこに拍手喝采をしたわけですけども、実はそこに取り残される人がいるということも同時に分かりました。でその時思ったのが、あ、このまんまいくと数万人が手を差し伸べられずにその効果があるかもしれないという薬に手が届かずに数万人が亡くなっていくんだっていうのが
その時に瞬時にこう思ってきて、すごいこうこれは何とかしなきゃいけないというような衝動というんですかね、そういったのをそういったのが起こったのを覚えています。でもその衝動そのままに近畿大学の中川先生、 WJOG 認証試験グループの理事長でもありますけども、その中川先生に、何とかお願いできないでしょうかといったところ、前向きに考えていただいて、そして製薬会社さんの協力も得て医師主導試験が8月からスタートしたという状況です。今はその臨床試験が早く終わって、もちろんいい結果が出て保険適用になるというのが目標ですので、その早く終わらせるというところに関して私たちもお手伝いというか、私たちが提案したわけなので、私たちが実際そのこの治験の情報を全国の患者さんやご家族の方々に、お示しして選択できる、そうですね、お示しして自身でもしいいと思えばですね、参加できるように働きかけているという、そんな状況であります。はい、はい、ありがとうございました。お話聞いた中で、おそらく治験というものと、いわゆる臨床研究、臨床試験というものの定義がちょっと聞いている方は分からないかもしれないんですけど、臨床研究、臨床試験というのは、医療者が、あるお薬とか治療法の効果や副作用とかを評価するというような研究があるんですけども、治験というのは特に、お薬の適応症とか承認のために通常企業が行うというものが治験ですよね。で、企業だけでやってしまうと、企業がマーケットとして回収できる領域とか疾患だけなので、ちょっと以前より、医師主導治験というのが行われるようになって、これは医療者が自分たちで計画をして、きちんと規制当局の承認の基準に合うように治験を臨床試験をするというものです。で、それに対して長谷川さんたちは患者さんの現状とかニーズに基づいて、医師主導治験の、提案をされて、それで実現したという理解でよろしいでしょうか。はい、その通りです。ありがとうございます。はい、はい、ここらの定義が結構難しいんですけども、何が初めてかというと、企業がやるか、あるいは医師が主導的にやるかというところに、患者さんが、そのニーズに基づいて提案したというところがおそらく日本初だろうと。ここはちょっと確証が取れないかもしれないんですけども、おそらくこんな形で実現したのは初めてだろうということで、長谷川さんが皆さんがつけたのが奇跡という、これミラクルと、もう一個何でしたっけ？奇跡、道のりの奇跡ですね。はいはいはい、2つの意味を持っています。ミラクルの奇跡は、やはり製薬会社さん、そして医療者で患者家族、こういったいろんな方々が協力して治験ができるってことは、本当に奇跡、ミラクルだなっていうふうに思うとともに、ミラクルで終わらせるんではなくて、次につなげるものとする、次につなげる、その道のり、奇跡ですね、それにするという、そういった思いを込めて、奇跡トライアルというふうに名付けました。はい、本当にポジティブな、つまりポジティブ、そうに、その治験をしていい結果が出て保険適用になるといいなというふうに本当に願ってます。はい、ですから治験をするとこういうのは、かなりの患者さんが取り残されてしまうというような思いを持った長谷川さんたちの、集まりがですね、効くかもしれないを臨床試験、治験をやって、これだけの患者さんが救われる、効くんだ、副作用はこうだということをルールに基づいてやっていこうとこういうことだと思ってですね、大変素晴らしい取り組みということで、がん情報サイトをコロナでも取り上げさせていただいたわけです。またこの後ちょっと聞きたいこともあるので、長谷川さんたちの取り組みを紹介していただきました。次に濱田さんたちの取り組み、ACC と専用の方案が、先ほども言いましたように罹患者数も少ないということで、患者さんは全国に点在しているわけですけども、ネットの発展あるいは SNS の利用なんかで活動されてきたんですけども、ことこの新薬開発とか臨床試験というようなテーマでは、どのような活動、どのような思いを持っておられるか聞かせていただけますか。先ほどちょっとお話ししたように、やっぱり専用の方がんに対する決定的なお薬っていうのが、今はこの世の中には存在はしないんですね。とりあえずやってみようかで走行している方も何人かはいらっしゃいますけども、
もうこの薬だというものがないんです。なのでやっぱり我々が集まってもコミュニケーションを取っても行き着くところがそういうお話になってきてしまうわけですね。なんとか効くお薬が出てきてくれないか。まあ、我々もいろいろ調べまして、もちろんその新薬というものは開発にものすごくお金と時間がかかるし、我々みたいなこういった希少がんに対してはなかなか製薬企業さんも腰を上げてくれないというのはよく分かっています。その中で今まではまあしょうがないよねという形で仲良く頑張っていこうよというような声かけだけでずっとこの会を運営してきたんですけども、ちょっとここに来てやっぱり長谷川さんの奇跡トライアルの話もありましたし、これはやっぱりチーム ACC としてなんかできることはないのかなと思うことで、ここで今年の8月にですね、チームに専用の方がんに対する抗がん剤治療の意識調査という形でアンケートを取りました。で、我々は今僕がメールでつながっているのが大体全国で150名ぐらいいらっしゃるんですね。一斉にメールを投げましてアンケートに協力していただけますかという形で投げたところ、回答数が69名の方の専用の方がの、もちろん患者さんまたは、そのご家族の方に参加していただくて回答を得ることができました。まあ、僕の方で質問事項を考えて聞いてみたんですけども、まあ、その中でですね、ちょっと皆さんにお話をしたいなというのは、抗がん剤の治療についてはどのようなお考えですかということで、治験は今後の治療のためにデータを蓄積するものなので、自分自身の効果は気にしない。まあ、例えば治験が行われた場合ですね、どう考えるかという形で取ったんですけど、まあ、データを蓄積するもので自分では、そんな考えられるものではないよと。あと治験なので自分自身への効果は期待しないとか言った中で、やっぱり治験ではあるが自分自身への効果を期待しているというのがもうほぼほぼなんですよね。で、55、回答数55でパーセンテージで言うと 79.8%、 約8割の方がですね、やっぱり治験をやってみてその結果どうであれやっぱりトライはしたいと言ったところの考えを持ってるんだなということを改めて感じました。で、まあ、これを受けてちょっとまあ動かない手はやっぱりないだろうといったところで、ちょっと会員の中からもメンバーの中からもここに背中を押すような動きがありまして、であればということで今いろいろ作業を入れてですね、この薬だったらもしかしたらっていうところまで来ています。なので諦めずにですね、このままなんとかお薬を、今までは専用の方がには使えてはいない薬なんですけど、それをなんとか ACC に使わせていただいてデータを取ることで治験を進めて、もしかしたらそれがかなり有効な薬になるかもしれないので諦めずに頑張っていこうかなといった形で今一生懸命動いている最中でございます。はい、はい、ありがとうございます。 ACC というのは浜田さんも紹介をされたように、まあ、罹患者数が少ない、対象が少ないということで、なかなか企業の方も、あるいは研究者の方も少なくて進まないというような紹介がありましたが、一番初めに長谷川さんにちょっと紹介いただきましたが、奇跡トライアルも、まあ、肺がんではあるけれども、ターゲット、あるいは治験の対象とする患者さんというのは、別にそれほど多いというわけではないということで言えば、同じような解釈になるように思うんですが、長谷川さんどうですかね。そうですね、状況は同じだと思います。肺がんはですね、肺がんというふうに今一括りに言ってはいますけども、希少がんの集まりというふうに言われているんですね。で、その希少がんごとに治療法が違うという、そんなような状況です。で、希少がんだと、臨床試験というか治験、つまり保険適用新薬が出てくることに関して何が起こるのかというと、待っていても出てこないんですよね。つまり肺がんっていうそのまだ分子標的薬、そんなふうに希少がんの集まりだって分かる前はもうすごく数が多くて、つまりマスで、でそこに対して治療法の治験が行われる。だからいっぱい数がいるので自分が治験に参加しなくても誰かがやってくれるので、そのうち、待ってると新薬は出てきた、そんなような、歴史があったと思います。でも希少がんということになると、それはその待っていても待ってると出てくるというのは大間違いで出てこない。つまり自分が治験に参加して
将来の薬を生み出す立場にいるっていうふうに考え方はガラリと変わっています。なのでその意味では数ある希少がんの方々と同じ土俵というか同じ考え方に立って動いているという感覚は私自身は持っています。はい、はい、ありがとうございます。まあ、そういうことで、長谷川さんたちが始めた奇跡トライアルっていうのは、まあ、上気を超えて疾患を超えて好ましいインパクトを与えている、そんな感じで浜田さんたちも今まさに検討し始めることができないかという状況にあるというお話だったと思います。はい、そして一番最近といってももう3年以上ですかね、活動をされている中皮腫の活動、キャラマン隊の活動ということで、まあ、臨床試験治験だけに関わらず右田さんたちのグループというのは医療者とか行政の働きかけというようなことを違った意味で取り組みをされたと思うんですが、はい、その話を聞かせていただけますでしょうか。はい、実は中皮腫というのは、まあ、細かく言うと、胸膜中皮腫、腹膜中皮腫、心膜中皮腫、精巣小膜中皮腫という、ね、分類されていまして、まあ、大体 85% の方が胸膜中皮腫になっているわけですね。で、胸膜中皮腫には、2006年に認められたアリムタという薬がだけがですね標準治療として、私らその中皮腫サポートキャラバン隊ができる頃にはそれしかなかったんですよね。でところが、一昨年の8月に一昨年その前前の年かもう前の年の12月に御能薬品の方から、オプチーボを承認要請をいわゆる厚労省に出したわけです。で、それでようやくですね、胸膜中皮腫に対して、セカンドステージっていうんですかね、それでオプチーボが認められるということになったんですけども、まあ、その時ですもんですね、やはり1月でも2月でも早く承認してほしいということで、中皮腫サポートキャラバン隊としてもそうですし、当時、まあ、うちの母体であった中皮腫アスベスト疾患患者の家族の会もですね、一緒になってですね、早期承認要請を厚生労働省に、今日本肺がん学会と、長谷川さんとこのワンステップ、日本肺がん連絡会の方の協力を得てですね、早期承認の要請をしました。おかげさまで、一昨年の8月に認められることができまして、胸膜中皮腫においてはいわゆる、アリムダシスプラチンという、ファーストラインでの治療とでセカンドラインの治療としてオプジーボということがようやく認められたんですけども、ただ腹膜中皮腫、精巣小膜中皮腫、心膜中皮腫と残されて大体 10% 15% おるその患者さんについての標準治療が今までなかったんですね。で、どういうことをしてたかというと、胸膜中皮腫に対して、準ずる治療をするということで、そういうことでやったんですけども、それじゃいつまでたってもやりたい薬が打てないと、特にオプチーボなんか高い薬ですので、病院によってやっぱり認められないというふうな病院が多くてですね、患者さんとしてはやりたいけどできないというので、ずっとその悩みがあったんでですね、去年の4月にですね、私たちはちょっと立ち上がって、全国の方々をですね、巻き込んで、まあ、患者さんもそうですし、ご家族もそうですし、支援される方もそうですけども、署名活動をさせていただきました。で、おかげさまで11月ですね、までに8392筆の署名が集まってですね、それを厚生労働省に持って行って、治験の要請をさせていただきました。承認要請ですね、治験をしてほしいということで。そしたらですね、おかげさまで、ようやくですね、兵庫医科大学病院の方からですね、医師集団型の治験をしてみようじゃないかということでですね、今年の9月に兵庫医科大学病院以下ですね、あと4施設によってですね、おいて治験が始まりました。これはですね、やっぱりその皆さんの、協力の賜物だと思ってますし、まあ、先生方の、ご尽力やなと、もう本当にね、ありがたいことだと思ってます。で、それでですね、今後、またこの治験が、被験者がちゃんと集まってですね、もし承認されるような形になれば、また早期承認の、お願いに当たろうかなと思っておりますし、で、今回ですね、また胸膜中皮腫ですけども、すでに肺がんの方でも承認要請はされたと思うんですけども、オプチーボとヤーボイの併用療法についてですね、いわゆる先月、無薬品のとブリストル・マイヤーズの会社の方からですね、承認要請が厚労省に出されました。で、それに基づいてですね、今、
日本肺がん学会さん、日本石渡中止学会さんと、あと日本肺がん患者連絡会さん、あとうちのもともと舞台の中止アスベスト疾患患者の家族の会ですね、いわゆる協力を得てですね、来月、今月末から来月頭ぐらいにですね、厚生労働省の方にですね、早期承認の、お願いを、しに行くという予定になっています。ですので、まだまだですね、某病院の先生はですね、中皮腫の治療はまだ肺がんの治療の20年前の治療をしているというふうに言われたんですけども、ただ、20年後には中皮腫もそういうふうな治療がどん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 増えていくというふうに言われたんですけど、私はね、ちょっと違うなと思って、やっぱり今の医療の発達からすると、10年後、15年後にはそっちに追いつくんかなと。追いつくというか、今の肺がんのように、いわゆるそういうふうな治る病気になっていきたいなというふうに思っているので、今後もやはりそのこういう活動をですね、やっぱり続けていきたいなと思っています。ですので、当然私ども今やっていることについてはですね、厚生労働省とか環境省にお願いに行くっていう部分もそうですし、関係のある学会とか、そういったにお願いをしに行くということでですね、今後も、どん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 、いろんな方を巻き込んでですね、試験とか臨床研究の方で、ね、やっていきたいと思います。でよろしくお願いしたいということですね。はい、はい、ありがとうございます。右田さんのお話を聞いて思うのは、長谷川さんたちもそうだったんですけども、医療者との連携っていうのがキーワードになっているような気がしますね。はい、あと要望書に関してなんですが、要望書は長谷川さんたちも確か出されましたよね。はい、いろんなところで要望書は出しています。水田さんのところにも一緒に出させていただきましたし、本当に2015年のできた当時とか、横の肺がんのつながりができた、当時から学会と一緒に出させていただきました。はい。なんか以前もね、患者会あるいはこういった活動を、ずっと前からやってこられた先人たちも要望書とか、行政に対する要望書とか、学会に対する要望書とかいろいろ出してこられましたが、長谷川さんとか右田さんの連名での要望書を見ると、やっぱり学会と一緒に、医療者と一緒に要望書を出すというようなことで、私は学会の方にも少し関わっていたりするんですけど、学会は学会だけで要望書を出しても、なかなか規制当局はすぐに反応してくれないんですけども、逆に言うと昔も患者会だけで出すと、またすぐに反応できにくかったかもしれないんですけども、いわゆる治療をする側の学会、それと受ける側の患者さんとかご家族を代表するような患者会が一緒に連名で出すと、ずいぶん反応が変わってきたというイメージがありますし、実際にいろんな形で実際に早期承認になったか、あるいは承認が前倒しになったかっていうのが通常であったらどうか分かりませんけども、イメージとしてはなんかいい方向に動いているような感じを受けました。浜田さんたちはそういう点ではどうでしょうか。まず要望書をまず作る段階までまだ行ってないですね。果たして作ってそれを厚労省のどこに持ってきていけばいいかとか、そういうのが全く分からないんで、やっぱり先輩たち、右田さんというか長谷川さんのやったようなことをちょっと真似をさせていただいて、僕らもできることは、やっていきたいなと思います。あとやっぱりこの専用の方がに対して研究をしている、先生がいるはずなんですね。そのいるはずの先生を見つけて、その人に後ろ盾になっていく、そこでまた製薬会社と連携を取るような、そういった体制にしていきたいなと、これからのステップとしては考えています。はい、ありがとうございます。私も浜田さんたちの取り組みは少しお話を聞いたり、お手伝いしたいなというふうに思っているんですけども、長谷川さんたちの取り組み、そして右田さんたちの取り組みっていうのが、臓器あるいは疾患を超えて ACC という数は多くないけれども希少がんと呼ばれるような対象にもうまくなんか機能していくような話になった、伺えたというふうに思いました。はい、最後のセッションで私がずっと聞いてるばっかりだったので、それぞれの立場からですねお伺いしたいなということがあれば、ここでお話をしたいんですけども、まず浜田さん、ご質問等ありますか。はい、やっぱり長谷川さんにも三田さんにもなんですけど、この患者会を運営していく、またこの薬に関してっていうのはちょっと違った、もう何て言うんですかね、ハードルがちょっと一個高いと僕自身は思ってるんですね。患者会だけだったら、こう仲良くやっていこうだけで、
済まされるかもしれませんけど、それをこの治療に、患者会を治療に結びつけるっていうことはとても難しいんですけど、大変意義があることだと思っています。で、そこの熱量をここに保つため、モチベーションを保つためにはお二人はどんな考えているのかなと思います。はい、はじめ右田さんからお答えいただけますか。熱量ですか。患者会は、まあ、今現在ですね、まあ、私どもは全国あちこち行けないんでね、まあ、毎週水曜日ズームサロンってしてるんですよ。で、まあ、困った患者さんとか、まあ、に、いわゆるブログ、私ブログしてるんですよ。ブログでもコマーシャルしたりとか、ポータルサイトもあって、ポータルサイトでコマーシャルして、で毎週水曜日1時半からこんだけやってますということで、もう自由に出会いできますよということでね、その相談を受けたりとか悩みを受けたりとか、そこでもうみんな結構笑顔で明るくやってるんですけども、そういうふうな状態で常に何かをやっていくということで、まあ、患者会としては持続していくっていうことあるんですけども、やはりその中でもね、たまにね、先生呼ぶんですよ。あの、要は学会で知り合った先生とか、病院で知り合った先生とか、あの中医州でいうと、まあ、兵庫医科大学の先生、病院の先生が、あの長谷川先生だとか栗林先生だとか言ってるんですけども、そういった先生が結構協力的にしてくれてるんで、そういった先生を呼んだりとか、あと、まあ、あの大阪にあの岡部先生という外科の先生みたいなして、そういった先生をですね呼ばせていただいて、で そこにいわゆる患者さんに、今日はゲストのこの先生来てるよとかね、岡部先生なんかですと、あのオンライン飲み会に招待して、でせっかく飲み会に招待してるけど、もうみんなが先生に質問集中するということ でそういう先生のその人柄を見てもらって、でそういった先生と、まあ、つながっていってということで、であのどん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 視野というか、先生の知ってる先生、優秀な先生っておかしいですけども、中心に対してですけどね、経験の多い先生をどん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 私ども探していって、その先生と接触していって、そういった具合で患者さんと引き合わせていって、いわゆるそういった部分で協力を求めていくと。でその中で知見とか臨床研究とか、そういったものあるかどうかで、まあ、そういうのを聞いてますよね。ありがとうございます。まあ、実際にその領域のエキスパートの先生とリレーションを持ちながら、皆さんのモチベーションも維持していくというような感じかと。そうですね、やはりその有名な先生と一緒に話できるんだったら、患者さん自身も結構喜ぶというか、ここは行かなあかんと言って来てくれるんで、やっぱりそういった部分でいいと思います。はい、で長谷川さんにお伺いしたのは、長谷川さんたちもいろいろ設立当初からスクラムジャパンの紹介で後藤浩一先生と一緒になんか情報を紹介したりとか、非常にアクティブに情報発信をされて、セミナーとかもねたくさんやられてたと思うんですけども、ちょっと突っ込んで実質的なところを聞きたいんですけれども、浜田さん聞きたいのは、まあこういうところになってくると、人がどういうふうに熱量を持ってやるかと、右田さんおっしゃったように、まあ人物金と言われますが、物というのはまあ外形で言うと、ホームページを作ったりとかですね、そういうものができてきて、最後ですね、まあ、多くの患者会の方とか活動される方、お金の部分とかですね、結構語られることがあんまりないんですけども、大変な、実質的には大変なところだと思うんですけども、そういうところは話せる範囲でいいですけど、 どんな感じで運営されたりとかしてますか。そうですね、寄付を募ったり、寄付というのは、患者さん、患者家族であったり、製薬会社さんも含みます。であったり、僕らのところは広告とかも出しては、例えばオンコロさんが、治験の広告をホームページに、出したいということであれば、どうぞということでお願いしたりしていますね。お金っていうのは、はい、先ほどモチベーションっていう言葉ありましたけども、モチベーションの中の、モチベーションでいくつかあると思うんですけど、お金がそこにあるっていうのはもう間違いないことだと思います。逆にそのお金がないまんまずっと何か熱量を持って1日の例えば16時間を3年続けろというふうにこう言われたりすると、それなかなか難しいだろうなとは思ったりしています。お金というのはそういう力を持つものだなという考え方はしていますね。で、僕お金ってもう常に考えてるんですよね。常に考えてるというのはすごい単純に、僕の生活は仕事っていうか普通の仕事してないので成り立たないんですよ。だからこの患者会で生活も成り立たせなければ、僕はあの活動できていけないんですよね。家族もそれで養っている状況で、じゃあそれはどうやってるんだろうっていうのは本当に命題です。でそれは今も解決していなくて、今もずっと模索しているという状況なんですけども、ただ5年間やってきて、ほん
も少しだけ形が見えたなっていうのはすごく思います。これ具体的に言うと、5年前、実は私たちはおしゃべり会、みんながこう仲間が集まっておしゃべりするって会ですね、それを初めて開いた時は東京駅の貸会議室でやったんですね。その時は私が自腹の1万円を出してその会議室を借りたんですね。で今6年目に入ってるんですけども、6年目の最初に決断してやったことは YouTube をやろうっていうことでやっているんですけども、その時に私たちが全部1から10までやるんじゃなくて、外注する部分は外注してやろうと、そんな風に動画編集とかですね、そういった部分はやろうとして考えて、その予算は120万円を用意できたんですよ。120万円じゃあこれは動画編集の人に払いましょうというふうに考えることができた。つまり5年前の一番最初の立ち上げの時はたった1万円だったんですけど、それは5年後には100倍以上になったんですね。100万円を多いか少ないかと思うのかっていうのは人それぞれの価値観で、少ないと思われる方もいるんでしょうけども、私自身は一応とりあえずは頑張ってるなとは思ってます。普通の方から見たら、あ、そんなのなのっていうふうに思うかもしれないですけど、一応100倍っていうところでそれなりに出してるなとは思ってます。でそれはずっと、なんでそうなったかっていうと、やっぱり自分の課題に注力してたからだと思いますね。例えば先ほど要望書っていうのがありましたけど、要望書って大切なんですけど、要望する、他人にお願いする、もっと言葉を強く言うと他人任せなんですよね。自分じゃない、自分でない何者かに何かお願いする、施しを受ける、なんかちょっとうまく言えないですけど、自分の力が及ばないことに関して注力するっていうのは、私自身はなんか違うなと思っていて、自分自身ができることだけを延々にこうやってきたっていう感覚はあります。最初なので、それができたのが、1万円を出すってことが一番最初だった。でそこから、先生に取材したり、自分たちでセミナーをやったり、そういったことをコツコツ自分たちができることを積み重ねていったら、その輪っかがだん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 こう広がってきて、今6年目120万円出せてる。で、もっと言えば、先生に治験をお願いできませんかっていうふうに言えるまでに、それ言うっていうのなかなか普通はあまり残らないと思うんですけど、言えるっていうこと自体に前に上ってるのも、やっぱりその自分自身のこの輪っかをこう広げてきたんだっていう、なんかそういう認識はありますね。なのでお金っていうのはだから尺度の一つで、自分のできること、自分の課題、なんか、7つの習慣のことですけど、そこに注力して自分の影響がだん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 広がっていくと、モチベーションというかできることも広がっていくので、できるって確信することも広がっていくので、それがなんかモチベーションにつながっているのかなと思いました。今日ね、3人の患者会の方をお招きしてお届けするというのがですね、今までこういうプログラムって逆だったじゃないですか。何が逆かというと、大体はジェンダーバランスのことを言うとですよ、女性が多かったじゃないですか、この領域で。僕意図的にというわけじゃないんですけども、ずっと僕自身も患者会活動ではないですけども、今日浜田さん、長谷川さん、右田さんをお招きいただいた、皆さんやはり社会の中で生きるものとして、長谷川さん言われたようなこととして、自分を自活して、収入もあって、しかも患者会活動を大きくしていかないっていう課題に取り組んでおられる方というふうに思ってお話を聞いてきました。で、患者会とか非営利活動法人 NPO とかっていうのは、非営利活動と営利活動、これは、まあ社会のルール的に言うと、一般の方々っていうのは、長谷川さんとか右田さん、浜田さんっていうのは、世のため人のため霞を食って活動しているというふうに思っちゃう、あるいは患者会はそういうふうな活動経費自体も、くしくも長谷川さん言いましたけど、初めは自腹を切ってっていうのは、それがなんか美学みたいな感じで捉えられがちのようなこともあるんですけども、きちんと活動の経費を捻出して、さらにそこで労力を払っていただける人たちを確保して大きくしていくというふうな形だというふうに勝手に思いましたし、私も十数年前 NPO をやって、そこがやっぱり一番悩むところでしたし、実際にサービスとかコンテンツを提供して、それに対する対価っていうのが NPO とかこの領域の活動ではなかなか厳しかったんですけども、そんなことで長谷川さんは回り出したというふうにお伺いしましたけども、次は右田さんどうですか。これに関連しなくても大丈夫です。私どもまあ寄付でまあ賄って、まあ、お金というふうなものはやっぱりぶち当たるものなんですけども、長谷川さんにちょっとお伺いしたいんですけども、その奇跡でいわゆる治験とか臨床試験するにあたってかなりのお金がいったと思うんですよね。
それについて、その当然今実際正直言うと、中医師の中でもこの間いわゆる一つの結構いい結果が臨床試験で出たんですよ、第二層試験で。ところがいろんな理由で第三層試験に行かないんじゃないかというふうな話がちらほら聞こえてきたんですよね。このままちょっと眠っちゃうんじゃないかなというふうな。でそれをいわゆるその学会で発表したもんやから一般の人もそれを知ってるわけなんですよ、いい評価が出たというのは。だから一般の人はそれを第三組織も言ってほしいなというふうなことが話がまことしやかに出てきてるわけですね。でこれをですねやってもらおうと思ったら当然僕ら患者会が動かなあかんのかなというふうに今若干思ってるわけでして、でそうすると多分その奇跡のいうふうな状況においてですね、そういうお金はいくらいるんかとか、どういった集め方したら一番いいのかなっていうのをちょっとお伺いしたいなということなんですけど。はい、僕も答えられるような身分ではないというか、そんな経験があるわけではなくて、自分自身もその今その奇跡試験のお金を自分自身が集めて、すべて賄ってこうやってるというわけでもないです。製薬会社さんがほぼ出しているということですね、そういったことですのでなかなか答えにくいなとは思うんですけども、僕自身はさっきもちょっと言ったんですけど、自分の課題っていうんですかね、自分のできることだけは必ずするっていう、それを続けていくしかないんじゃないのかなと思っています。第三層試験ってだからすごい大きいですよね、大きいので、まあ言ってみれば、だから自分でどうこうできる話で、はい、とは思うんですけども、先ほど浜田さんが作ったアンケートであるとか、例えば要望書であるとか、もしくは何らかのそういった何か自分たちの思いを形にすることっていうのは自分たちでもできることだと思います。でそれを重ねていくと、いつの間にか自分という器というか自分の影響が大きくなっていって、それが第三層試験というところにいつの間にか届いているというか、自分がそれをできると思えるようになってくるっていうんですかね、なんかそういうことなのかなとは思っています。なので全然すいません答えになってないんですけども、今できること、今自分に注力する、もうそれしかないなというふうに僕自身は思いました。はい、すいません、なんか明快な答えじゃなくて。はい、ありがとうございます。多分長谷川さんたちの活動を、まあ、第三者の外から見ていると、まあ、一つのスイッチを押して解決するというものではないんだろうというふうには思っていたのと、これはちょっと僕の方も言おうと思ってたんですけども、長谷川さんたちの今回の取り組みっていうのは、できるかどうか分かんないんですけど、自分たちでお金集めしちゃおうって言ったのが多分違ったと思いますね。どっかに出してくださいっていうの初めから発想はなくてですね、冷静に第三者から見るとすごいことにトライしちゃって、すごい大きな目標があるけれども、そこにもうトライすると、もう宣言しちゃったと、寄付も集め出しちゃったと、こういうようなところが多分今回の治験が始まったということじゃないかなというふうに思いますが。それは思います。意識してたのは覚悟を見せることだと思いますね。覚悟すること、覚悟して突き進む、行動することですよね。それがないと口だけの野郎だというふうに思われるので、それは信頼されるって言えばいいんでしょうかね、大前提だというふうに思っています。でもなんか私たちのその奇跡トライアルもなんか10億円以上するらしいんですよ。でそれをなんか自分たちで集めますっていうのって、なんかちょっと少しちょっと頭がおかしい人っていう感じはしますよね。ちょっといえいえ、もう僕らすごい尊敬しましたよ。すごいなと思って。集められても思ってもいないんですけどね。そう、はい、こんな感じで進めると、長谷川さんから右手さん、浜田さんに質問ありますかというと、今日なんか長谷川さん先生みたいな感じになっちゃったんですけど、逆に5年間経ってですね、他の疾患からですね学ぶこととか、あるいは聞いてみたいことっていうのは長谷川さんの方からありますか。浜田さんや三木田さんに関して、なんかリーダーシップのことについてなんか聞きたいなとか思いました。みんなの意見をまとめてというか、僕のタイプってあんまりなんかこう人の共感を呼ばないというか、ちょっとうまく言えないんですけど、あんまりその一人でやるって決めたら、じゃあやりましょうっていう、やればいいじゃないって、もうそれだけだったりするんですけど、いやそんなことはなくて、すごくまとめ上げてるというか、なんかそんなような、はたから見ているとそういうふうに見えます。なんかそういったリーダーシップというのはどんなふうにこう考えてらっしゃるのかなというのは、お二人に聞きたいなというふうには思いました。はい、ありがとうございます。そうですよね、右田さんも浜田さんもそれぞれの領域で、まあ、すごく活動をリードされているというふうにお見受けするんですが、三田さんどうですか。リーダーシップ
取ってるつもりじゃないですけどね、まあ、最初、ね、栗田さんと一緒に、まあ、あの柳沢さんもご存知で栗田さん後ろにいてるんですけども、彼と一緒に走った時はもう二人でやりたいことをどんどんやっていこうと、気持ちが同じ人はどん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 、まあ、ついてきてくださいじゃないけども、共感も出たらもう一緒にやりましょうっていう話だったんですけどね、やっぱり最近栗田さんがいなくなって、で、まあ、私どもその NPO なり目指すようになるとリーダーシップというか会社的な組織になっていくんかなっていうふうな不安も持ちつつ、まあ、私自身は今まで通りですけども、それぞれ一人の患者さんと向き合っていく、もう相談来たらもうその患者さんと向き合っていく向き合っていく向き合っていくっていうふうな感じで人と接しているが基本なんですよね。その中でやっぱりその私の気持ちというかやり方に賛同してくれる方がまた一緒に生、いわゆるピアサポートっていうんですね、ピアサポートをもう基本においてやっていくと。でこのやっぱり病気に対してはまだまだ増えていくという病気なんで、やはりその自分の子供とか孫とかがもし一緒の病気になってもそれだけはもう嫌なんで、やっぱりその将来的なものに向けて私は今何ができるんかなということを皆さんと一緒に考えながらやっていくっていう部分が、だからリーダーシップを取ってるというか、やりたいことをやってスピードを上げてね、もう私はやっぱりその変な話、健常者の人は多分考えてもないんですけど、僕らはやっぱりその命と向き合ってるじゃないですか、毎日常々。だからやっぱりスピードっていうのが大事なんで、だから会社組織みたいに会議やってこれしましょうかっていうスピードはもったいないですよね。これしたいなと思ったらもうすぐに飛んでいってやりたいということで、もうしかもそれは全てにおいて患者さんのためになることというふうに考えてやってるんで、ということで、ね、私は、まあリーダーシップというか、その人と一人の人と向き合っていくっていうのを一番大事にしてるっていうのもありますね、はい、そういう考えに共感した方々が集まっておられると思うんですね。時として、まあ、患者のためにというのが言葉だけになっちゃうことって結構あるじゃないですか、はい、最近見たマーケティングの記号化された言葉っていうのが、患者中心のとか患者のためのってみんな同じように掲げてるんですけども、その言葉と活動が一致してるかどうかというところで、いやこれはできないんですよねとか、企業なんかで言うとそれはコンプライアンスとかっていうふうにあるんですけども、その言葉のためだけにというふうになれば、それを解決するために動いちゃいますよね。おそらく三田さんが言ってるのはそういうことだと思いますし、そこに賛同する人が集まっているというふうにお聞きしました。はい。それで浜田さん、ACC もですね、ずっと昔からある病気ですけれども、チーム ACC と浜田さんがまた旗振りへこうされ出してから、まあ、たくさんの方が集まってこられたと。そこに、リーダーシップという視点から何か言えることありますか？そうですね。今の三田さんがお話しされた内容と、ほぼほぼ一緒です。ただ僕は自分でリーダーって言っちゃってるんですよ。というのはチームなんで、チームにやっぱりリーダーが合うかなと思うんで、リーダーかっこ代表みたいな形、自分でリーダーって言ってるので、そこは僕は自分がリーダーじゃなきゃいけないなっていう認識は深く持っています。で僕実はチーム CC はもうずっと一人称なんですね。この何を決めるのでも何をやるのでも僕の考えだけでこうやっている。あとはまあ、相談するスタッフ、よく仲のいいっていうか、まあ、一番相談するできるスタッフは数名いるんで、その方には相談はもちろんしますけど、まあ、とりあえずこういうことをやりたいと思った時には思うのは自分であって、それを実行するのも自分であって、なので自分がやったことに対する責任は全部自分にあるかなというような認識で動いています。でそれってまあ、会社に置き換えると、まあ、社長が全部責任を取るってよく言うでしょ、ありますよね。部下が何やらかしても結局社長が全部責任を取る、僕はだから部下が言わない代わり自分で行動を起こしてその責任は自分に取りたいという形です。でさっき三田さんの話もありましたけど、まあ、もしこれが会社組織であればもう認証、自分のその発案したことに対することを実行するためにいろんなセクションを通ってみんなの了解を得て、あ、みんな OK だからじゃあこれやろうねっていうふうに進まなきゃならないんですけど、おっしゃるように時間がもったいないと思います。決めるのは本当に少ない人数でいいんじゃないかなと思います。だから、まあ、最低も1人でもいいですし、もう見たり、まあ、3人4人の頭がいて、その人たちがしっかり
同じ考えで進んでいくっていうことが分かれば一番いいかなと思います。幸いの僕のこのチーム ACC にはそういう形でまあ僕についてきてくれる人がたくさんいるんですけど、こんなわがままな人についてきてくれるなと思ってはいるんですけど、あんまり反対されたことはないので、本当に僕の考えにっていうかやることにが気にならなければ別に一緒に行動はしなくてもいいですよぐらいな強気なこのリーダー的な考えでいるんですね。ああダメダメダメこっちこっちっていうあまり加工はないっていうか、僕のそのやりたいことについてきてくれるのであれば多分一緒の思いだからそれが強い絆になっていくんじゃない、そういう思いで、動いております、はい、ありがとうございました。今日患者会のリーダーということを集まっていただいて新薬開発と臨床試験というふうなことで、進めてもっと短時間で終わるはずだったんですが、私もいろいろ聞いちゃったし、皆さんご苦労をされているということもあって、また別途ですね、患者会とかその組織運営とかですね、いろんなところでお困りの方もいらっしゃいますし、浜田さん最後言われたことにも関係するかもしれませんけども、何らかの思いを形にしていくときに強いリーダーシップとか責任と覚悟とか、これは橋川さんの話からも聞き取れましたが、そういったことだけをテーマに、まあ、収録じゃなくてなんかライブ配信とかしながらいろんな人の話を聞きながら進めるというのもいいかなというふうに思いました。大変長くなったんですが、最後にクロージングの方に入りたいと思うんですけども、まあ、一言ずつ何かメッセージをいただくことはできますでしょうか。じゃあ浜田さんから。はい、今日はありがとうございました。まあ、治験とかその治療に関する話もちろんたくさんしたいんですけど、まあ、今最後に話したクロストークみたいな患者会でその困ってることとか、まあ、我々だけじゃないですよね、がんの患者会っていうのはもうたくさんあるんで、今柳沢さんから提案があったようにいろんな人の話をこれ聞いてみたいなっていうのが正直な、最初もうちょっとコンパクトにまとめるって言ってましたけど、かなりの時間がオーバーで時間が足りないっていうことは多分みんな思ってることではないかなと思うんですけど、また機会を作っていただいてまた再開したいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。三田さん、今日はありがとうございました。話し出したら最初は緊張するんですけども、どん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 話は尽きなくて、どんどん時間が経つだけで、やっぱりこういう集まりっていうの楽しいなと思ってます。で、さっきも浜田さん言ったようにね、そのいろんなやっぱ患者会集まって話聞きたいっていうのになると、私ども笑いたいっていう部分があるんですよね。笑うとなんか人間3分寿命伸びるとか言いますからですんで、ぜひともですね、柳沢さんとかこう旗振っていただいて、なんかがん患者のフェスティバルみたいなね、なんか楽しいことばっかり、なんかそういうのもやってほしいなと思うんですけど、どうでしょう。フェスティバルはね、ご存知のように僕は前職の NPO の時に秋葉キャンサーフォーラム、ジャパンキャンサーフォーラムっていうのを、まあ、全くそういうつもりで初め秋葉キャンサーフェスって名前つけてたんですけども、合議制により反対されてフォーラムになったんですだんだんあれじゃないですか、僕は一番初めの秋葉キャンサーフォーラムの時は草履で出てたんですけど、スタッフからも参加者からも怒られてですねなんで草履であかんねんと思って、で自転車の会場に乗り入れたりとかして、まあ、そういうのはもう一回ね、なんか綺麗になっちゃいますからね、面白くやりたいなと思いますし、またやりましょう。はい、はい、お願いします。長谷川さん、どうでしょうか。僕の方はですね、もうテーマに沿ってそのまま言いたいなと思うんですけど、患者も医療に貢献できるってことをもっと患者とか家族自身が意識すべきだなというふうに思います。洗剤とかね、なんかそういったものは消費者が意見すると、その消費者の言うようになんか意見を取り入れてくれて変えてくれるっていう、なんかそういうイメージってあると思うんですけど、医療って全くないですよね。医療になんかこう困ってるとか、なんかこうしてくれとか言ってもそれが届くっていう感覚っていうのは全然ないんですけど、実は全然そんなことなくて、先生方もしくは政府行政もしくは製薬会社さん、なんかみんな待ってるんですよね。うまく患者が持ってる言葉と先生方だったり、製薬会社さんたちが持ってる言葉が違いすぎるので、そこはまらないだけなので、そこをはめる努力をきちんとしていくと、お互いがですけども、患者も医療に対して影響を与えられるようになるっていうふうに僕自身は思っています。特に PPI なんていうのはその流れですよね。そうだと思うので、そこには自信を持って進みたいなと思いますし、皆さんにもそうやって進んでほしいなというふうには思っています。以上です。ありがとうございました。今日はありがとうございます。最後まとめになるかならないかですけど、がん情報サイトオンコロが今日長谷川さん、右田さん、浜田さんをお招きしてお話を聞いたというのは、まあ、偶然でもなくてですね、それぞれ違う疾患で違う患者会の活動をされていますけれども、最近は肺がんの例でもあるように分子標的薬、
薬、免疫チェックポイント阻害薬、何らかのターゲットに基づいて治療するという時代になってきて、実は三田さんおっしゃったように、中皮腫はほとんど肺とか胸膜中皮腫とか肺がんとすごく関わりがありますよね。それと浜田さんの ACC、 実は ACC は肺とか肺門部とか、そういったところからあってですね、実は皆さん協業して、長谷川さんの奇跡トライアルのような事例が横に水平展開していけるという可能性もあるかなと思ってですね、今日お話を伺いました。ただ共通点、たくさんあって、皆さんおじさんで、僕も含めて話が長くなっていますけれども、そんな感じでなんかいい連携といい発信ができればいいかなというふうに思いました。ちょうど1時間ぐらいになっちゃいましたけれども、今日は大変長い時間ご協力をいただきありがとうございました。それでは第59回オンコロミズキャンサーエキスパーツを終了させていただきたいと思います。お三方どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。